こんにちは。ファッション AT メンズの小坂でございます。本日はスーツの正しい選び方についてレクチャーさせていただきたいと思います。それではどうぞ。失敗しないスーツの選び方、6点ほど項目が上がっております。それでは一つずつ確認してまいりましょう。まず1点目、着る時期です。春物といいましても、冬を中心とした3シーズンのタイプの服、いわゆる冬前後の季節、秋冬春着れる服と、それと梅春の時期ですね、1月下旬から2月を中心に着れる服、そして春秋着る完全愛服と言われている服と、そして夏を中心とした3シーズン、春夏秋着れる種類の服があります。春といっても4シーズンほど細かく分かれるということをまずご理解ください。続きまして2点目、職業、そして目的を明らかにさせていただくことが大事だと思います。職業は、日本の例えばですね、銀行にお勤めになっている方と、外資の銀行に勤めている方では全く服装のが違っております。小文字ばかりの方、そして服装ある程度自由の利く方では、スーツの選び方が随分違ってくるのではないでしょうか。そしてまたその目的です。いわゆる TPO に合わせたというところですね。そこを考慮のうちに入れていただければなというふうに思います。続いて3番目、体型です。体型も非常に重要な要素になりますので、ご検討ください。